いてはこちらの企業です。株式会社ビーウェル、本日はですね、専務取締役の白根さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、株式会社ビーウェルの白根と言います。はい、ちょっとウェブなんで、はい、見てる方に伝わるように、はい、僕身長が179センチありまして、はい、体重が110キロありまして、ウエストが113センチありまして、はい、一応国産の本マグロとほぼ同じサイズなんでそれで覚えていただければなというふうに思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。性的な自己紹介から始まりましたが、ね、しっかり立っていただいてありがとうございます。内容は真面目にやりますので、よろしくお願いいたしま す。とても楽しみにしております。はい、実はですね、ビーウェルさんはこのリモカツライブの運営協力をしていただいているということなんです。本当にありがとうございます。具体的にこの会社はどんなことをしているのか教えていただいていいですか。はい、ありがとうございます。大学生に特化したマーケティングカンパニーというふうに、まあ、一応言わせてはいただいているんですけども、あ、こちら出ましたね。はい、やってることとしましては、日本人と韓国人向けの就活支援と採用支援の方をさせていただいてます。なので実は韓国にも会社を作ってます。はい、結構珍しいと思うんですけど。日本人だけじゃないんですか。日本人だけじゃないです。韓国人も今、はい、紹介させていただいてます。で、まあ、あとは大学生のマーケティングであったりとか、あとは企業さんの採用のお手伝いなんかをさせていただいてて、まあ、一部大学さんとかにも、はい、授業を提供させていただいたりしてます。まあ、じゃあ今これをご覧になっている就活生の皆さんからするとすごく近い存在ということですよね。そうですね、今の時期だともう毎日のように就活相談の連絡が来たりとか、はい、もうどうしたらいいですかとか、今ちょうど3月1日解禁前なの で僕らは大学生のことを本当に可能性のある、もう本当に可能性を秘めた人材だというふうに思っているので、はい、もう常に社員全員で学生に向き合う姿勢を貫いている会社です。なるほど。いやでも今ありましたけど、やっぱり今のこの就活生のこの2月3月の手前の時期って何したらいいねんとか、もう自分ってもうなんかいない方がいいんじゃないかとか思っちゃう人だっていると思うんですよ。そうですね、たまに泣きながら相談に来たりとかする子もいたりとかしますね。でもそんな中、可能性を秘めた人材だと、はい、なるほど。そんなビーウェルさんから今日お話しいただくのはこちらです。はい、この3点なんですが、まず1つ目、なぜ就職活動をするのか、はい、ここからいきたいと思います。はい、これはまずちょっと考えたことなかったなって思うんですがそうですね、なんか当たり前にやるものだというふうに思っている方がすごい多いと思うんですけど、まあ、実はですね、そのデータをこういろいろ紐解いていくと、まあ、これちょっと表が出てるんですけど、はい、就活以外の進路を辿ってる方って結構実はいるんですよ。そうか。はい、なのでそれが大体全体の3割ぐらいの学生さんって就活してないんですよね。へえ、意外だと思いますね、この数字って、はい、ほぼ 100% ぐらいの人がやってるのかと思ってました。はい、で僕の場合は就活をした後に実は大学在学中に起業してるんですよ。はい、なのでまあ両方やったみたいな感じですね。なので僕の人生としても就活を別に選ばないといけないというわけではなくて、まあ、起業であったりとか進学、もちろん進学もいいんだけじゃなくて専門学校であったりとか、こう大学に入り直す、まあ、今でいうと海外に留学に行ったりワーキングホリデーとか、まあ、そういったさまざまな選択肢が、まあ、あるというのが現状ですね。そうなんですね。でも確かに私の周りでも、私 4,5 年前に就職活動していたんですが、その当時でももうすでにもう僕は起業したいんだみたいな人たちもいたので、うん、そういった方もいるってことですよね。そうなんですよ。なのでこうじゃあなぜ就活してるんですかって聞かれた時になかなかこう答えられない方がすごい多いんですよね。そうですね、周りの人がしてるからとかになっちゃう、はい、そうですそうです、うん、なので、まあ、自分事として捉えた時になぜじゃあ就活をするのか、うん、これに答えれるようになると、まあ、うまくいく可能性が上がるっていう感じですね。目的がはっきりするからということなんですかね。はい、なるほど。このデータを見てみると、なんかこう一番今就職活動をなんかしてる人たちは一応、まあ、割合としては割合としてはもちろん、はい、その中でも多分分からずにやってる人がほとんど、かなり多いと思いますね。まあ、僕も今まで15年ぐらい学生さんと向き合ってきてるんですけど、まあ、約2万人ぐらい学生さんとお話ししたんですけど、はい、これに明確に答えれる人って多分 10% ぐらいしか
正直いないかなという感覚です。感覚値ですけど、あくまで、はい、でもそれを目標化というか明確化するとなぜ就活がうまくいきやすくなるんですか。やっぱり志望動機であったりとか、うん、あの企業さんに向き合う姿勢が変わりますね。なんとなくやっぱりやってる方って、はい、例えば企業さんの情報調べずにいきなり行っちゃったりとか、例えばホームページに載ってることを聞いちゃったりとか、うん、そういう企業からするとうちのこと調べてないのみたいな姿勢で出ちゃうんですよね。はい、そういったところも、まあ、見られているという意味では本当に目的をしっかり明確化した上で始めるのが大事だと、はい、そうですね。それは今3月、まあ、就活解禁直前ですけれども、はい、今やっても遅くないですよね。全然遅くないです。よかった、はい、じゃあちょっと続いて2つ目いきましょうか、はい、2つ目、就活がうまくいく人の特徴って何なんでしょう、はい、ちょっと通じるところあるような気がするんですが、そうですね、今の流れにかなり近い部分もあるんですけど、はい、うんうん、まあ、あの就活がうまくいくっていうのは、あの本来でいうとこう、まあ、自分に合う会社を見つけられるというふうに、うん、まあ、僕らの会社では定義させてもらってるんですけど、うん、まあ、今回でいうと、まあ、ちょっと内定が取れるっていうところを、まあ、一つ分かりやすく、はい、まあ、例に取った方がいいかなと思いますので、うまくいくを、はい、内定を取ると、はい、で内定が、まあ、あの取れない人の特徴というのはここに書いてあるんですけど、はい、まあ、5つぐらい大きく書かせてもらってます、うん、で逆にこう、まあ、内定が取りやすい、いわゆる就活がうまくいく人の特徴っていうのも当然、まあ、これの裏返しで、まあ、あるんですけど、まあ、特に、この一番上の志望動機に説得力がない、はい、もしくは志望動機が言えない人って結構いるんですよ。いやでも本当に40社50社受けてると難しいっていうのもありますよね、はい、いや、そうなんですよ。例えばアナウンサーの方でも絶対あったと思います、はい、なぜうちなんですかみたいな。ありますね。某あの会社受けてないんですかみたいな。正直アナウンサー業界の人たちはアナウンサーだったらどこでもいいと思ってる人は多かったとは思います。そうですよね、はい、そういうのがにじみ出てしまうのがまさに志望動機の部分なんですよ。な、はい、なのでこう自己分析をして企業研究をやってっていう結構めんどくさいことをやらないといけないので手抜きが伝わりやすいっていう感じですね。なるほど、はい、他にもいろいろ書いてありますがいかがでしょう。はい、ありがとうございます。まあ、全ては相手があっての就活だっていうところで、うんうん、その企業さんっていう相手に対して自分がこうどこまで調べたりとかどこまで、自分と照らし合わせてるかっていう、はい、もうあくまで相手がいるんだよっていう就活は、うん、ここを抜けてしまって自分よがりの例えば自己 PR であったりとか、はい、うん、もうどんどん語っちゃう、もうずっと喋っちゃうみたいな、こうなんかうん、プレゼンしに来てるのみたいな、はい、面接じゃなくてプレゼン大会みたいな。でも逆に言うと私はそういった集団面接をしててそういったもう力説してる人を見ちゃうと、はい、うわこの子通るんだろうなって思っちゃってたけど実は違う。そうなんですよ、実はそういう子落ちたりしてるんですよ。へ、僕も実際ディベートで完膚なきまでに叩きのめした会社落ちましたからね。あ、そうなんだ。勝ったと思ったんですけど、はあ、ディベートには勝ったけど採用面接には落ちたみたいな。そうか、はい、勝つことだけがそのわーっていうことだけがいいことではないと、その企業が求める人物像に合ってなかったっていうところですね。だから相手のことをやっぱり考えてこう行動できるかっていうところがすごく大事になってきます。深いですね。そして他にもいろいろ書いてありますがいかがでしょう。はい、あとはまあ4番よくありがちな人気企業ばかり受けてる、これまさに理由なくとりあえず知ってる会社を受けようっていうような。でも初めはこうなっちゃいますよね。そうですね、はい、そうなんですよ。実際にこうナビとかでこう検索をしてエントリーをまあしていく方多いと思うんですけど、まあ、とりあえず知ってる会社をエントリーしようというまあ姿勢になりがちな。もう私もまさにそれでした。そうですよね、まあ、これ悪いことではないというか、まあ、仕方がないことなので、まあ、途中から、まあ、軌道修正される方が多いですし、そうされた方がいい方もいらっしゃると、うんうん、はい、いうところですね。まあ、でも私も人気企業ばっかり受けてたけど、ある日突然、まあ、受けたインターンで全然知らなかったけど、この会社めちゃくちゃ面白いから、その業界面白いにつながったこともあって、まさにそれがこの業界なんですよ。なるほど、はい、すごくそこはなんかあんまり自分はこの会社って決めきらないのは大事なんじゃないかなと個人的にも思います、うん、そうですね、間違いないですね、うん、結構フラッと友達に勧められていった会社が、うんうん、実はすごく自分に合っていたとか、はい、あとは偏見で見ていた業界が、はい、実はすごく面白い業界だったっていうのはやっぱり皆さんこう一消費者目線でしか見たことがないので、例えば B2B の会社とかってなかなかこうイメージがつきづらいからやめとこうとか
っていう、こう根拠のない理由で受けてないっていう方もいらっしゃるので、うん、確かに、はい、あるかもしれない。皆さん心当たりいかがでしょうか。なので結構一度お試しで行くっていうのはありですね。そうですね、はい、ね、今私もこれを見て本当にそう思いました。そして続いて3つ目、これちょっと気になるんです。第一志望に入社して不幸になる人がいるって本当？はい、はい、これ実はですね、まあもちろん全員じゃないですよ、うん、全員じゃないですけど一部の方実はいらっしゃるっていうのは気になる。そうなんですよ。これ試しにですね、さっき某有名企業のあんで働いてた方にも、はい、実は確かめたら、はい、これ該当してました。そうなんだ。なので嘘じゃないと思います。これ、はい、卒業後の3年以内の離職率のデータなんですけど、まあ、大体ですね、多くがまあ3年で 30% が辞めるっていうのが、はい、まあ、定説で言われてるんですね。そうなんだ、はい、入社3年以内に3割は、3人に1人ぐらいは辞めてしまうっていう。3人に1人か、まあ、多いですね。結構多いですね、はい、でただこれって、まあそのまあ、ただ大手企業に多いとか、うん、中小企業に多いとかで、まあ、いろいろ実は差があるのかなっていうふうに思われがちなんですけど、はい、実は大手企業でも 25% ぐらいは辞められてるんですよ、3年以内に。ちょっと意外ですこのデータ。まさに、うん、先ほど僕も確かめたのがそういった規模の会社に就職された方だったんですけど、もう誰でも知ってるような名前の会社さんをやっぱり3年以内に退社されてましたね。それって何が原因なんでしょう。理由ってあるんですか。まあ、これはもちろん人によって理由は細かくあるとは思うんですが、はい、まあ、僕の思う理由ですけど、多くの理由としては本当に第一志望がその人にとって適切な会社だったのかなっていう観点から考えると、うん、優秀な方なので、うん、受かってしまった可能性があると、うん、この、まあ、採用要件をスキルとか、はい、まあ、人物とか、うん、まあ、社風とかにあった例えばこうパラメーターで五角形があって、はい、これ全部超えてたら、まあ、受かるんですよ基本的に。そうか、条件としては満たしてるから受かる。条件を満たしているので、うん、なので例えば A 社でも受かる人が B 社でも受かってかつ C 社でも受かるってことは、うん、こうある話なんですねこれは。さっきね就活無双されてた方も何十社も受けて何十社も受かったって話ありましたから ね、はい、実際僕も10社泣いていただいたんですよ。なので結構ですね、はい、受かろうと思ったら受かっちゃうっていう、うん、そうか、そうなんですよ。なので第一志望に、だと思い込んでる会社が、実は自分に合ってないのに受かってしまったがゆえに、はい、入った後にものすごいギャップを感じたりとか、なんか違うっていうところで、うん、で早期離職に至るっていうパターンですね。それって入社前になんか予防できることってあったりするんですか。一番よく言われるのは OB 訪問をして、うん、その採用に関係のない OB に、うん、いろいろぶつけてみるっていうところ、うん、でちょっと本音を聞けたりとか社風とかのマッチングとかを自分なりの観点でやっていくっていうところですね、うんうん、なるほど、はい、これはですねちなみに志望度が、まあ、転職した方に聞いたんですね。前職の志望度ってどのぐらい高かったんですかって聞いたときに、はい、高い、とても高いを合わせた約 70% の方が高かったのに志望度が結局やめてるっていうデータです。そうか。なるほど。でもなんか私すごい刺さるのはここなんか志望度が高い行きたい会社より適正なところ、はい、行くべき会社に行った方がいいってこと。そうですね。これはいわゆる自己分析で、うん、その能力値が合っている会社、はい、例えばそのまあ事務的なこう同じことを繰り返すのが得意な方と創作的なこうゼロから生み出すのが得意な人って絶対タイプが分かれるんです。そうですね、はい、でも事務的なことが得意な方がじゃあ創作的なことをこう例えばやる広告の会社であったりクリエイティブな会社を憧れて、うん、で能力値が高いから入っちゃって、全く生み出せずにもう辞めちゃうみたいな、うん、そうか。でもそれで言うともう今の話聞いてると就職がやっぱりゴールじゃないんだなって改めて思いました。なんかそこから自分の可能性も広がっていくかもしれないしやりたいこと変わるかもしれないし、はい、適性も変わるかもしれない。そうなんですよ。なので就活は実はその生き方の本当に一歩目みたいな形で、うん、こう長いこれからの人生社会人人生の中での一つのこう形作りをする本当に第一歩かなというふうに、うん、なるほど、はい、思いますね。人生の岐路とかではなく人生の第一歩なんだよぐらいの、はい、うん、
皆さんいかがでしたでしょうか。私はすごく就活生ではないんですが、あの社会人としてもすごく心に刺さることがたくさんありました。ありがとうございました。本当にいろんなお話聞いたんですが、ついにお時間が来てしまいました。今日はですね、ビーウェルの専務取締役白根さんにお越しいただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。